込んだ新しい挑戦イコールメルボルン V で抱負ダッシュサッカーびっくり。サッカーのオーストラリア A リーグのメルボルンビクトリーに加入したワールドカップ。ロシア大会日本代表の本田圭佑32が15日メルボルンで入団会見を行い、ワールドカップ後に引退も考えたが新しい挑戦ができることを嬉しく思うと抱負を語った。背番号は未定。本田の海外でのプレーは5カ国目、顕著な実力を持つマーキープレイヤーとして年俸制限を受けない特別待遇で迎え入れられたマスカット監督は、準備できているのならデビューもあるかもしれないと21日の国内カップ戦出場の可能性も示唆した。現役続行を決めた理由として東京五輪出場を目標に挙げていたが、五輪を目指す上でメルボルンは一番成長できるクラブと確信していると語り、これまでにほとんど経験していないボランチ挑戦の考えがあることも明かした。実質的な監督に就任したカンボジア代表との両立については、基本的に試合は被らないし、被る時にはメルボルンを優先すると述べた。A リーグは10月下旬に開幕する。